特別企画第4弾。ポケモン映画総選挙。はい、どうも皆さんこんにちは。うつ主のヨッシーです。お久しぶりのゆっくり霊夢です。さらにお久しぶりのゆっくりマリサだぜ。今回は予告していたポケモン映画総選挙です。チャンネルのコミュニティにコメントしてもらった皆様の好きなポケモン映画をランキングで発表します。ライダーの時ほどではないけどたくさんコメント来てたわね。たくさんの投票ありがとうなんだぜ。やっぱり20年以上続いてるシリーズだけあってたくさんのファンがいるみたいだね。アンケートでもぶっちぎりで1位だったし。そういえばうちのチャンネルでポケモン扱うの初めてだけど、うつ主ってポケモンどの程度見てるの？僕は子供の頃からポケモンを見て育った人間だからね。テレビシリーズは一通り目を通してるし、ゲームもメインのシリーズは毎回のように買ってるよ。劇場版も全部ではないけどほとんどの作品は見てるよ。今回のためにいくつか見直したしね。うつ主的にポケモン映画の評価ってどうなんだ？良くも悪くも子供向け映画として無難な作品って感じかな。同じ子供向けアニメ映画と比べると、プリキュアほどテーマ的な深みがあるわけでもないし、コナンほどむちゃくちゃやってるわけでもない。良くも悪くも普通ってところだね。もちろん作品によって出来不出来があるけど、子供たちには楽しめると思うけど大人も楽しめるかどうかは微妙なところかな。最近何作か見直してみて昔とだいぶ違う印象だったし。まあ大人になって感じ方も変わったってことだね。それでも昔から見続けてるコンテンツではあるから思い入れも強いシリーズではある。というわけでそろそろポケモン映画総選挙の結果を発表しましょうか。今回はベスト10とワースト3を発表していきます。それじゃあまずは第10位から発表だな。なんと第10位は票数が並んで2本あるよ。では第10位1本目はこちら。デクの訪問者、デオシス。第7作目のポケモン映画ね、ハイテクトシラルースシティを舞台に、宇宙から来たポケモンデオキシスと伝説のポケモンレッグーザの戦いを描いた作品だな。デオキシスはポケモン史上初のフォルムチェンジをしたポケモンとして今も根強い人気を持ってるね。10周年記念作であるディアルガ対パルキア対ダークライの前売り券の特典でもらえるポケモンを投票で決めた時に、見事に1位を取ったぐらいだからね。レッグーザもかっこよく人気あるよね。個人的にはラルースシティの未来都市感が結構ワクワクして好きだった。舞台である街を生かしたストーリーも良かった作品だね。デオキシスが分身して街の人たちをさらうところとかエイリアンの侵略者っぽくて地味に怖かったのを覚えてるよ。はい、続けて同率10位の作品はこちら。幻影の覇者、ゾロアーク。第13作目の作品ね、はぐれてしまったゾロアとゾロアークの親子を再会させようとするサトシたちと、未来を見ることができる力を狙う悪役との戦いを描いた作品だな。これってセレビーもメインで出てるやつよね。そうだね、セレビーが主役の時を超えた出会いがベスト10に入らなかったのはちょっと意外だったな。この作品はセレビーはもちろんゾロアの可愛さが魅力かな。あの悪ガキ感が個人的には好きだよ。あと悪役がすがすがしいほどのゲスで中途半端に同情できる要素とかなかったのも嫌いじゃないね。あれだけクソ野郎だと倒されたらスカッとするもんな。ただ僕個人の感想だけどゾロアークの活躍がいまいち印象にないんだよね。内容的にもちょっと地味な感じもしたし。前作まで神様が大喧嘩するところを見せられてたからな。それに比べるとインパクトは弱かったのかもしれないな。まあそれでもこの順位に来るってことは結構人気あったってことだね。それじゃあ次に行きましょう。はい、続いて第9位。幻のポケモン、ルギアバッタン。第2作目の作品ね、伝説の操り人に選ばれたサトシが、3つの島を巡り宝を集める試練に挑むというストーリーだな。言わずと知れた伝説のポケモンだけあってさすがの人気だね。個人的にはゲストキャラの掘り下げ不足感とか気になるところが多い作品なんだけど、ロケット弾の扱いがすごく好きな作品なんだよね。映画でのロケット弾ってたまたまその場にいて巻き込まれただけのドタバタギャグ要因になってることも多いんだ。サトシたちが戦ってる裏で逃げ回ってることが多いよな。ぶっちゃけとりあえずレギュラーだから登場してるだけで特に役割のないいなくてもいいキャラになってることも多いんだよね。でもこの作品だと世界の危機という事態に対し普段は敵対関係のサトシに協力するんだ。基本的には敵であるサトシとロケット弾が大きな危機に対しては協力する。これがロケット弾の理想的な使い方だと思うんだよね。あれね、映画版ジャイアンみたいな感じね。普段は嫌な奴がたまにいいことするとかっこよく見えるもんな。他の作品でほとんどこのロケット弾の使い方をやってないのが残念なところなんだけど、逆にそのおかげでこの作品の大きな評価ポイントにもなってるね。あと地味にケンジがメインで登場してる唯一の作品だね。まあ大して活躍しないけど。はいはい、それじゃあ続けて第8位。アルゼウス、彫刻の時空へ。第12作目の作品ね、すべてを生み出した神のポケモンアルセウスの怒りを鎮めるためにサトシたちが奮闘する物語だな。これは前2作と合わせて神々の3部作と呼ばれてるシリーズの完結作でもあるね。話が繋がってるから3作続けてみるとより楽しめるようになってるよ。ディアルガ、パルキア、ギラティナも登場してかなり豪華な作品だったわね。
個人的にはこの豪華さに物語が追いついてなかったり悪役の扱いがかなりずさんだったりと思うところはたくさんあるんだけど、なんだかんだ言ってもテンション上がる作品ではあるね。ちなみに登場した3作が全てこの神々の3部作だった人も結構いたよ。今でもこの3部作構成は人気があるってことだな。全2作を見てる人へのファンサービスも多いからね。そういうところでも好きな人が多いのかも。はい、それでは続けて第7位。キラテナと空の花束、シェイミー。第11作目の作品ね、迷子になったシェイミを花畑に送ろうとするサトシたちに、反転世界の主であるギラテナや悪役のゼロが襲いかかるというストーリーだな。これはシェイミの可愛さがたまらない作品だね。見た目はもちろんあの子生意気な性格がいい。それにギラテナとシェイミそれぞれのポケモンとしての設定をうまく活かしたストーリーだった。反転世界のあの歪んだ世界観が面白かったわね。それに個人的にはポケモンの物語で重要な別れのシーンをちゃんと描いてるのはポイント高いね。この別れのシーンをちゃんと感動的に描けてるポケモン映画は名作と言われることが多いと思うよ。悪役の描き込みが足りないとか多少不満はあるけど今でも好きな作品だね。この順位も納得かな。はい、では続けて第6位。君に決めた。20周年記念の作品ね。記念すべきポケモン第1話のリメイク作品で、サトシとピカチュウの出会いと鳳凰を追うオリジナルストーリーを描いた作品だな。これは昔からのファンほどグッとくる作品だね。過去の名エピソードやいろんなオマージュを入れつつ、20年間アニメではほとんど活躍しなかった鳳凰がついにメインで登場した作品だったね。オリジナルの部分でもカスミとタケシに代わってサトシと旅をした新キャラたちも結構好きだった。あの3人の冒険をもっと見たかったぐらいだよ。まあ一本の映画としてはバタフリーのエピソードが若干脱線してたりと微妙にバランスが悪い作品ではあると思うんだけど、昔からのファンとしてはやっぱり泣かされる作品だよね。今の子供たちにポケモンとはどんな話かを伝えられる作品でもあるし、20周年記念だからできた特別な一本だよな。登場した人も子さんのファンが多そうね。はい、それじゃあいよいよベスト5行きましょう。第5位。七夜の願い星、ジラーチ。第6作目の作品ね、千年彗星が見える7日間だけ目覚めるポケモンジラーチをめぐる戦いを描いた作品だな。これもシェイミみたいな可愛い系の主役ポケモンね。シェイミと比べると純真無垢な子供らしさが可愛いポケモンだね。まだトレーナーじゃないマサトの最初のパートナーとの友情は感動的だったし、復活に失敗して生まれたメタブラードンはなかなか恐怖を感じる存在だった。それになんといってもこの作品の最大の見どころは我らがフライゴンの大活躍だね。ゲームの方だと何かと不遇な扱いでネタにされがちなフライゴンだけど、この映画での活躍で好きになった人は多そうだよな。さっきウプ主が言ってたポケモンとの別れも感動的に描かれた作品だったね。あとポケモン映画では珍しく悪役が改心する作品なんだよね。基本ポケモン映画の悪役って最後までクソ野郎貫いてるのにこれは貴重な作品だよ。全体的にもとてもバランスのいい傑作だと思う。この順位も納得だね。はい、それでは続けて第4位。ニュート波動の勇者、ルカリオ。第8作目の作品ね、大昔に波動の勇者によって封印されていたルカリオと共にニューのいる世界の始まりの木へ向かうというストーリーだな。この作品はルカリオとアーロンの人気がすごい作品だろうね。波動という宙に心をくすぐられる能力も面白いし、ただ登場してくれた人たちには申し訳ないんだけど個人的にはすごく薄味の作品って印象なんだよね。人間とポケモンの絆をテーマにしてる割にはその揺さぶりが弱いし、ポケモンが昔戦争に使われていたというポケモン映画の中でもかなりダークな部分もほとんど掘り下げられないし、明確に悪役と言える存在がいないせいもあってピンチの作り方がちょっと強引になってるのは否めないんだよね。もっと深く切り込めそうな素材なのに悪い意味で子供向け映画としてぬるくなってしまった作品だと思う。ルカリオとアーロンがかっこいいのは間違いないと思うんだけどね。ストーリーはかなり微妙だと思うよ。まあそれでも上位に来るあたりこの二人の人気はすごいってことでしょ。これは純粋に好きな作品を選ぶランキングだからキャラ人気で上位に来るのも不思議ではないんだぜ。そうだね、そこを否定する気は全くないよ。ただ僕はこういう人間なんで作品の評価は正直に言わずにはいられないんですよ。ごめんなさいね。はいはい、それじゃあ次に行きましょう。次はいよいよベスト3だな。とその前にうちのチャンネルのスタイル的にこっちもやらないわけにはいかないのでやりましょう。ポケモン映画総選挙ワースト3。まあライダーもやったわけだしやるしかないわね。あ、今のうちに警告しておきますね。ワーストとか見たくないって人は概要欄からベスト3の時間まで飛ばしてください。どうしても結果が見たいという人だけ続けてご覧ください。はい、それではワースト3位。リングの超魔人、フーパー。第18作目の作品ね、封印が破られ解き放たれし姿となったフーパを止めようとするサトシたちの戦いを描いた作品だな。これって伝説のポケモンがめちゃくちゃたくさん登場してた作品だよね。
伝説のポケモンの登場数は歴代1位の作品だね。その豪華さから人気を集める一方で、伝説のポケモンたちを安売りされたと不満な人も多いみたい。ファンサービスに寄せすぎて内容が薄かったからいまいち人気がないのかも。あと予告編でネタとして愛される闇サトシがあんまり関係なかったのもつまらなかった原因かも。登場ポケモンの華やかさを純粋に楽しめる人にはいいのかもしれないけど、それだけじゃ人気は集まらないってことだね。はい、それじゃあ続けてワースト2位。破壊の魔竜、ディアンシー。第17作目の作品ね、ダイヤモンド公国の姫であるディアンシーが、聖なるダイヤを生み出す力を得るためにゼルメアスを探す旅に出るというストーリーだな。個人的に XY 時代はかなり好きだったんだけど、これはちょっと褒められない作品だった。内容的にはジラーチやシェイミに近い作品なんだけど、内容がとにかく薄く過去に似たような要素の焼き直しばかりだった印象だね。ディアンシーは可愛いんだけど、ジラーチとかに比べると魅力に欠けるし、まあこの順位も妥当かな。この頃からポケモン映画はかなりネタ切れ感があったね。XY の作品が2本連続でランクインか、ちょっとこの頃のポケモン映画はイマイチだったのね。ポケモン映画ってある程度型が決まってる感じがあるから、長く続きすぎてパターンが限られてるようにも思えるもんな。君に決めた以降その型から外れようとしてる感もあるんだよね。うまくいってるかどうかは微妙だけど、はい、それじゃあラスト、ワースト1位いってみましょう。ポケモン映画総選挙ワーストの作品はこちら。ミュウツーの逆襲、エボリューション。はい、というわけでワースト1はこの作品でした。まあこれはしょうがないね。間違いなくオリジナルの方に票を持っていかれてるわね。記念すべき最初のポケモン映画のリメイク作とはいえ、ただでさえ名作のオリジナル版を超えられたかと聞かれると微妙だもんな。必然的にあっちに票が流れるよな。CG のポケモンとかはかなりレベル高いんだけどね。どうしても人間キャラに違和感があるし、ストーリーは多少はしょられてるのにテンポが悪くなって上映時間が伸びてるのも微妙なところかな。決して悪い作品ではないんだけど、オリジナルの壁は高かったってことだね。この順位になっちゃうのもしょうがない。はい、というわけでいよいよベスト3の発表に参りましょう。ではまずは第3位。ミュウツーの逆襲。最初のポケモン映画がついに来たわね。言わずと知れた名作だからな。1位じゃないのがちょっと意外なぐらいだぜ。最初のポケモン映画にして一番の移植作でもあるね。自分自身とは何か、命を作るという倫理的問題といったかなり重いテーマを扱ったポケモン映画史上最もダークな作品でもあるね。子供向けとは思えない内容に衝撃を受けた人は多かっただろうね。歴代興行収入でもぶっちぎりで1位に居続ける傑作だよ。はい、それでは続けて第2位。リアルガタイパルキアタイダークライ。10周年記念の作品がついに来たわね。神のポケモンと呼ばれるディアルガとパルキア、そして悪夢を見せるポケモンダークライの壮大な戦いを描いた作品だな。この作品はなんといってもダークライのかっこよさだね。悪夢を見せるという能力から忌み嫌われる存在なのに、誰よりも街を守ろうと神々を相手に一人奮闘する姿がたまらなかった。普通なら悪役が持ってそうな能力なのに、それを街のために役立てようとする姿が良かったね。あと音楽が素晴らしい作品だね。オラシオンはまさに神々の戦いという壮大な物語にぴったりな名曲だと思う。今見ると若干テンポが悪く感じたり、サトシたちに、ダークライが必死に時間稼いでるんだからいちいち立ち止まって見てないで走れよ。とか思ったりするんだけど、そこを差し引いても好きな作品だね。僕が一番ポケモンにハマってた時期ということもあって思い入れも強い作品だよ。はい、それではいよいよ第1位の発表です。今回も長かったけどようやくラストね。これはみんな納得の1位だと思うんだぜ。では発表です。ポケモン映画総選挙第1位の作品はこちら。水の都の守り神、ラティアストラティオス。はい、というわけでポケモン映画総選挙第1位はシリーズ第5作目、水の都の守り神、ラティアストラティオスでした。これはもう納得の1位ね。今なおシリーズ最高傑作として名高い作品だからな。イタリアのベネチアをモデルにした街の造形や音楽、主役であるラティアストラティオスの可愛さ、シリーズで初めてポケモンの死を描いた衝撃的なラスト、そして今なお論争になってるラストでサトシにキスしたのはどっち、問題など、見どころ満載の作品だね。ラストの夢写しのシーンなんか悲劇的だけど、すごく幻想的なシーンで今でも泣けるよね。実はポケモン映画で唯一アカデミー長編アニメ映画賞に出品された作品でもあるから、それぐらい高く評価されてたってことだな。コナンやドラえもんも未だにできてない快挙なんだよね。残念ながら公開当時はライバルとなる作品と被ったせいで興行収入はポケモン映画でもかなり低くなっちゃった作品でもあるんだけど、それでもこれだけの人気を持ってるあたり間違いなく作品の力が評価されてるってことだね。まさに1位にふさわしい傑作だと思うよ。
はい、というわけでポケモン映画総選挙いかがだったでしょうか。やっぱり昔の作品は強かったけど近年の作品もあったしいいランキングだったんじゃない。なかなか面白い結果だったな。僕も今回の企画をきっかけにポケモン映画を見直してみて昔とは違った見方ができて面白かったよ。今年も最新作が公開されるので見たらレビュー動画を投稿しようと思います。ちゃんと公開されるといいんだけどね。そこはもう祈るしかない。一刻も早く映画館を復活させるために皆さんも小さなことから頑張りましょう。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回もゆっくりしていってね。